伝えていきましょう。昨日朝帰りでほとんど寝てないです。そんな眠い中カップ戦をすべて消化しましてね、なんとか今回もレジェンドに入ることができました。よし、もう眠い、寝ようかなって思ってホーム画面に戻ったらオセロトが今日までで60枚溜まっていました。うん、サクッと引こうか。サクッと引いてルチェを当てて気持ちのいいね朝を迎えたい。うん、明日はね台風来てますからね。うん、もうサクッといきます。はい、ルチェ出ます。そして、後日動画化されます。そういう未来予想図をこれから作り上げていきたい。お願いしますね。もうね眠たいんです。ルチェ出れば眠気覚めるかもしれないけど、ある意味それもねハッピーなことだと思いたい。おい、チェ違いなんだよな。うん、ルチェが欲しいんだよな。お前アラーチェなんだよな。そう、キルアとルキアの違いだよ。そんなあれだな。なんかでも関係があるのかもしれませんね、アラーチェとルチェね。うん、ルチェは出ませんでした。しかしアラーチェは出てくれました。まあ来月もしかしたら、そうだな、なんかうん、名前が似てるボーナス的な感じでね近づいては来ているかもしれない。そう、関連付けされているかもしれないので来月こそルチェを当てたいと思います。ではおやすみなさい。